はい、みなさんこんにちは、おねえ TV のねおみです。今日はね、荒川区の町屋と上野の御徒町で食べ歩き飲み歩きをしていきたいと思います。この日食べたのがここのお店のオーナーのおすすめのチーズバーガー。パテとチーズと焼いた玉ねぎしか入ってなくて、すごくジャンキーだけど美味しいよっておすすめしてもらったので食べてみます。うん、美味しい。うん、確かに玉ねぎ多めがいいかもね、うん、この玉ねぎだったら全然。私、生の玉ねぎはちょっと苦手なんだけど、鉄板でしっかり焼いてあったのでかなり美味しかったです。ポテトにはジャンクにマスタードとケチャップをたっぷりかけるのが私は大好き。失礼いたしました。そして最後はビールで流し込んで、はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。次はサルサバーガーが食べたいな。はい、電車に乗って御徒町へ来ました。御徒町へ来た時は必ず吉池さんの地下のスーパーに寄って、このホタルイカの素干しを買うんだけど、めちゃくちゃ安くて美味しいからぜひ買ってみて。目的の店はですね、アメ横を背にして JR 御徒町駅を過ぎ、ひたすらまっすぐ行ったところのある日高屋さんを右折したところでお店はございません。気を取り直しまして、もう少し直進して次の角を曲がったところにその目的のお店がございます。ヤンシャン味坊さんです。ヤンシャンミーボーとかなのかな、発音。前に一度ランチで訪れたことがあって、その時はこの奥にあるカウンターに通していただいたんだけど、カウンターがめちゃくちゃ狭くてとても撮影できる感じではなかったので、この日もテーブルにしてくださいってお願いして、なんとか撮影することができました。てか、どんだけビールこぼしてんねん、見た？店員さんもお客さんも中国の方が多くて、ある意味日本にいる感じがしなくて、私は雰囲気が好きです。注文したのはパクチー入りのラムの水餃子とシンプルにラムの塩焼きの串です。それではいただきまんちょーす。このラム肉はスパイス、香辛料がめちゃくちゃ効いてて、私的にはすごく美味しかったです。この水餃子ももちろんパクチー入りなので、パクチーが苦手な人はダメだと思うけど、それ以外の方はラムの臭みもなくてめちゃくちゃ美味しいと思います。こういうお店って本当は 3,4 人で来ていろいろシェアして食べるのがいいのかなって思うんだけど、もちろん一人でも美味しく食べられたので良かったです。ごちそうさまでした。その後お店を後にし、上の方面に歩いてはしご酒のスタートです。この続きは後半の動画でお伝えしていきます。最後までご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、グッドボタン、またコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。それまでまたにー。